武田最後ちゃんと送り出してる。だけど全然そうだ、はい、こういう風に、あ、OK です、はい、ね、っていう風な使い方で、この生地がうわこれなの、これも同じなの、これも同じで、要はこうあのせーのってバンってアラスボにした時のにこの生地がブワーってなったところを取ったやつ、大体まあこんなような生地を使うよっていう風な説明をして、それでどうってまあ新しくカツラ植えなきゃいけないのかさ、ね、それだとすごいお金かかっちゃうし、まああるものをどうにかしてとかそういう話をすると思います。はい、もうエリーから竹を測ってあげやって。素材を、うん、チンってこれと同じで、チンってさ、でもさ、色のチョイス間違ってない、うん、あとスカートのシェイプの作り方、うん、帽子がだから、うん、ちょっとありものをもう少し探して、いや焦げ茶ぐらいがいいと思う。ちょっとありものを帽子ずっとつけてなんか定着ピンかなんかでつけてずっと帽子かぶって踊れたらいい。それはありですね。うんうん、俺も確かマヤリンかなんかのブラッドフィッシュもそうだったんだけど。私ね、そうロートレックだけは作りかなと思ってたんだ。確かにそう。うん。シール貼っちゃってもらって、あったらわざわざ作るんだったらもったいないから、これを持っててくれればいい。うん、これちゃんと直して。ちょっと上手くやれば。ちゃんと直して。はい。一昨日なんかお前3時間半のリハーサルで30分進まなかった。一昨日はへこんだよ。昨日は結構ブーストアップして貯金できたよね。ああ、30秒ぐらいで。
グラン、もう本当に進まないんだよ。ショパン大嫌いだったもんね。なんで大嫌いなの。おはようございます。おはよう。おはようございます。すいません、急に。もうなんだよ。あの、ボリューム2を出すにあたって、ちょっとインタビューさせてもらおうかなと思います。お前もいきなり大胆だったな。すいません。こなれてきたんじゃないの？インタビュー？はい。なん？今年の？今年のアイス。あれか、ボリューム2だから、はい、資料の声。はい、資料の声です。5分待って。すいません。ちょっとあの、化粧直しする。ありがとうございます。いけない。